引き続き自衛隊の災害派遣について考えてまいりたいと思います。井上さん、これまでもですね、災害派遣の現場もいろいろ取材されたと思うんですけども、具体的にどういう活動がなされているかっていうのをちょっと教えていただけますでしょうか。はい、今回のですね、九州豪雨におけるその自衛隊の災害派遣活動の部分をですね、今いろいろと皆さんに見ていただこうと思うんですけれども、やっぱり最も大事なこと、72時間以内になんとかこれ救助しなければならないということで、自衛隊が全力を挙げたのがこの人命救助ということで、ヘリコプターで取り残された家屋からですね、人を救助するというようなこと、これはもう本当寝る間もない状況で自衛官の皆さんが活動をされているということなんですよね。それから瓦礫やさまざまな土砂の処理なども行います。こういったその瓦礫や土砂がもう道に氾濫しているようなその状況ではですね、活動そのものができないということにもなります。そして道路警戒、道路が塞がった状態では自衛隊の災害派遣の特殊車両も通ることができない。そんな中で自衛隊の皆さん、道路警戒にも今回活動をされております。開く方ですね。はい、開く、道を開く、開くってことですね、警戒ですね。で、続いて貿易支援、こちらはですね、この貿易支援はとにかくこういう災害が起きますと衛生環境が非常に悪くなるということで、さまざまな病気などの心配も恐れがありますので、自衛隊の部隊が貿易支援も行っているということです。そして先ほど、ありました物資の輸送支援ということなんですね。これも足場の悪い道路、また山が崩れて、全くその通行ができないような場所に対してもですね、孤立した集落等にもですね、物資を送り届けなければいけないということで、自衛隊の皆さん活動されております。そして、給水支援、これは本当にですね、水がなければもう大変なことになります。食べるものもできなければ喉の渇きを癒すことができない、あるいはその薬を飲むこともできないわけですから、この給水支援というのはもう命に関わる問題として自衛隊の皆さんが懸命に活動を行っておられます。そしてもう一つは入浴支援というのがありますけれども、このような状況ではガスも止まり、水も止まり、お風呂に入ることもできない、こういう状況ではやっぱりこう精神的にも心身ともにやっぱり疲労してしまう、そういう状況の中で あらゆるこれまでの災害派遣の中でもですね、この入浴支援というのはまた喜ばれる支援の一つですよね。そうですね、私も東日本の時にまさにそういう場面を取材しましたけれども、1週間ぶりにねお風呂に入って本当にほっとしましたっていう笑顔が忘れられませんね。今ちょっと東日本大震災の話がね、出ましたんで、実は私もその東日本大震災でこの活動をしている自衛官の皆さんの取材をさせていただいたときに非常にこう印象に残る写真がございます。これはですね、まず炊き出しということをよく皆さん言うんですけどもね、これね、小山さん、大雨が降ろうと雪が降ろうと、もう台風が来ようと同じ時間に自衛官の皆さんはその午前3時に起きて炊き出しの、午前3時ですか、早い、起きてね、この炊き出しの作業をされるんですね。これは並大抵のことではありません。でそんな中でですね、自衛官のある自衛官がですね、この野外水具、これは勝崎さんなんかでもね、野外水具お世話になってる、車に引きながらご飯を炊いたり、あるいはお味噌汁を作ったりするような、そういう車両ですよね。野外水具と言われますこのご飯を炊く機械の前にですね、わーっと炊けてくると煙が上がってくるんですね。その煙が上がってくるのを目がけて隊員がスッとこう鼻を近づける、
何やってんのかなと。これですね、ええ、いやこれ新手のパックかなじゃないんですよこれそんなバカな。いや本当ねびっくりしたのはね、これ実はねご飯が一番美味しく炊ける瞬間、機械のタイマーに頼らずちょっと焦げ目がついたところでこの隊員がパッと手を挙げて止めてって言ったら、この前にいる隊員たちがダーッてガスを止めていくんですよ。何台もで耐えてるわけですね。もちろん、はい、だからその機械に頼らず自分の鼻で一番おいしく炊けるご飯を被災者の方に届けようということなんですね。で、まあ、この隊員たちは本当に衛生環境これも気をつけながらね、手袋をして、で、まあ、朝3時にね、うん、これをこういう炊き出しの作業をやっているということなんです。あの避難所によってはラジオ体操もやるところもあるし、ここの避難所の方はちょっと朝が遅いとか早いとかいうことで、ね、その時間に合わせてね隊員の皆さんが車を走らせるんですよ。なんという、はい、はい、頭が下がりますね。頭が下がる思いですね。でそして、まあ、私のこの今取材シーンがねありますけれどね、この年配の女性の皆さんがね背中にねあのこのなんていうんですかね、袋を下げておられますよね。あの災害用の、はいはい、これね防災グッズが入った袋なんですけども、それがねいつ余震が起きるか分からなかったんですこの時。その時にね、このご年配の女性の方々がねあのマイクを向けましたらね、もう心臓がねガーッてあの余震が来る余震が来るたびにね血圧も上がるしみたいな感じだったんですけれども、ふっとね迷彩服の自衛官が視界に入るとはぁ落ち着くっておっしゃるんですよね。まあこれね迷彩服を見ると軍歌の足音が聞こえるだとかそういうことを言う人もいますけどね、いらっしゃいますね、こういう人がいますけどね、だけどね本当に被災地ではねやっぱり自衛官の皆さんの姿を見て安心される方がいらっしゃる、これがね現実なんですよね、うん、私も言われました、あの緑色を見るだけで安心するって言われました、うんうん、ねえ、まあ本当ねそういうことなんですけどもね、そこからあの先ほどにね皆さんにあのお届けしました自衛隊の活動の中でね貿易やらそれからあの衛生部隊、はい、医療部隊がこれ、活躍するんですよね。病院も流され、まあ、東日本大震災の時でもそうだったんですけども、もうカルテなんて何もないような状況の中で、はい、自衛官の医官の皆さんが衛生隊員の皆さんがあそこに投入されて、まあ、頑張って、医療支援を行われるわけですよね。心身ともに疲れ果てます。それからまだ自分がずっとその抱えていた既往症でもうその飲む薬もない、そういう中で自衛隊の皆さんが医療部隊が出ていくんですけども、この自衛隊の皆さんがねこれご覧いただいてお分かりのようにね目線を下げて被災者の方々と同じ目線でねこう対応されてるんですよね。で僕はやっぱこういうふうな姿を衛生隊員とかですね医官の皆さんがあのこうやってねその取り組みっていうものがねものすごく何とも言えないこの頭が下がる思いって言いますか、こういう姿勢でね災害派遣をされているということをねちょっとぜひとも皆さんもね知っておいていただきたいと思います。最後にですねこの東日本大震災の取材の中で、私がもうこれ古いあの取材ではありますけれども、一人の小学校1年生の女の子が自衛官に届けた手紙、この海ちゃんの手紙を皆さんにご覧いただきたいと思います。自衛隊さんへ、津波のせいで大川小学校の私の友達がみんな死んでしまいました。でも自衛隊さんが頑張ってくれているので、私も頑張ります。日本を助けてください。いつも応援しています。自衛隊さんありがとう。こういう手紙を
一人の自衛官に届けたわけです。本当にですね、皆さん、こういった形で自衛官の皆さんがもちろん命も救います、そして心も救ってくれている、このことをですね、ぜひとも知っておいていただきたいと思います。次の感動の旅のコーナーはシンガポール後編ということになりますが、その前に現在九州豪雨で活動しております自衛隊の皆さんのその様子を山口彩希さんのありがとう自衛隊さんの曲に合わせて皆さんにお届けしたいと思います。それではどうぞ。それではサイドアップします。